こんばんは。こんばんは。愛媛スマート TV のお時間です。今日は3月1日火曜日の放送です。はい、隣に座っていらっしゃるのは宇和島市議会議員の、吉川優子です。吉川優子さん、はい、よろしくお願いします。今日はゲストで来ていただきました。ありがとうございます。2回目ですね。そうですね、初めの頃ですよね。覚えてます？1回目いつだったか。ここが始まった3日目とかじゃなかった、うん、そう、愛媛スマート TV が始まって3回目ぐらいですよね。の時、ね、そう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 、ね、ちょうど7月の豪雨災害の時に近かった日でやらせてもらったんですよ。確か、うん、確か当日だったかな、7月なのか、なんかあの頃でしたね。うん、そうで、豪雨災害の時に、復興したから復興された、走られたその、ね、吉川さんの、活動、そうです、ね、みたいなのをその時にお話しさせてもらったなって思います。はいはい、UFO の話をしませんでしたっけ？あ、したかも。したかも。UFO 見た話したかも。すぐ忘れちゃいます。難しい。いや、それね、僕、吉川さんとプライベートの話でそうなったのか、うん、ここで話したのか、ちょっといまいち記憶になくて。覚えてないですね、ね、私も。すぐ忘れちゃいます。まあ、でも、とにかく UFO を見たことがある吉川さん。うん、そうそうそう。2回あります。2回、それ目の前でね。いや、結構大きな葉巻型のやつと、ね、そうですよね、飛んでたやつと、そうですよね。で、そこの場所にもう一回行こうと思っても行けない、行けないのっていうね。そうそう、行けない。宇和島のどっかにあるはずなんだけど、そうそうそう、多分ここなんだと思うってとこがあるけど、行ったことないんですよ、うん、そこ行ってもそれが見つからないっていうことですよね。怖い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 。絶対 UFO、 宇宙人です。そう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 、みんなにマイクロチップ埋められてるって言われる。いや、なんか和霊神社のところにあるでしょ、うん、なんか UFO ってか宇宙と交信してた人の先生が、あ、じゃあうちの花屋の近くです。一緒、え、和霊公園のあの、なんだっけ、違う違う、 あそこの中じゃないの、違う違う、墓地の中じゃないの、違う違う、うちの花屋の近くの墓地の中にある、あ、そっちか、そう、八つ葉ってところのところにある、今でもありますよ、うんうん、UFO 研究所、うんうん、そうですよね、うん、息子さんいらっしゃるらしいです。そうそうそう、そこの、うん、でも教授の方でしたっけ、確かね、うんうんうん、はもう亡くなって清家先生って、よく会ってましたけどね、私普通に、うん、テレビとかよく出てましたよ昔、ね、八尾さんとかが出てた UFO の番組によく出てたね、うん、宇宙と通信するんですよね、確かに、ね、今でもなんでそんなにやけてるんですか。いや、だからそこのなんかそのなんだっけ、その建物の前に、はい、なんかね、ドーム型のとかがあって、はい、家にね、普通に、はいはいはい、で建物の前になんか変な電気のなんかなんとか線みたいなのがあって、うん、その時は、うん、昔は知らないから、うん、なんだここと思ってたの、すごい不思議に、うん、でだいぶ経ってからそうだって聞いて、あ、ここと思って、花屋からめちゃくちゃ近くなの、宇宙研究所、そうが UFO 研究所、この宇和島 UFO 研究所が宇和島の墓地の中にあるっていう、うん、墓地に囲まれてるところ、そうですよね、うん、あ、すごいですよね。いや、でもすごい有名な方らしいですよね。あ、そうそう、なんかムーとか雑誌にもよく出てたらしいですよ、うん、ね、うん、日本国内では結構 UFO のことに関してはすごい優しいおじいちゃんでしたよ、うん、大人しい。いや、だから僕らはこうやってにやけて見えてますけど本当かもしれないですよね。いや、 UFO はいます。あ、そうそうそう、見てるから、うんうん、僕見たことないんでまだちょっとにやけちゃうんですよ。でもなんかその葉巻型の見たとき、本当テレビでやってたのと全く同じので、これ見たやつやんと思って、めっちゃ思ったっていう。すごい。不思議なことがありました、2回ほど。ねね、でなんかあとは普通にこうなんかピコピコピコみたいな、なんか見たことあります。あの空のとこ、こうなんか宇宙、なんか UFO とかなんかそれはちょっと移動が遠くの方、ちっちゃいのがこうなんか動きが変でしょ、 UFO って。ピコピコパソコンね。はいはいはい、だからそういうのとかはありますよ。あ、ジグザグで動いてたっていう。うん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 、素晴らしい。なんか不思議でしょ。うん、そんなことばっかりやってます。ちょっとにやけちゃいます。普段からそんな感じで。はい、了解です。ハッピーやろですいません。はい、こちらこそ。花屋どうですか。花屋は相変わらず暇ですよ。だって今日も本当だったら卒業式だから。うん、お花が本当はいるけども、うん、花持って歩いてる子今日一人しか見ませんでした、私。あ、卒業式の子で、だって、うん、そう、うん、だけど本当だったら在校生がいて、うん、先輩にあげるからとかだけど、うん、行けないじゃないですか、入っちゃダメだから学校に在校生は。多分行けるのはその生徒会長の掃除用の人だけとかだからは、結局その、ね、部活のね、なんとかとかもないし、お花あげるタイミングが全くないですよね、うん、だから本当に
どんな卒業式してんだろうと今日はラジオでも言ったんですけど、うん、いや今の子供たちってどういう卒業式をしててどういう感情で卒業していくんだろうなとか、うん、これだって今の子たちって3年間の高校のうち2年間はコロナなわけじゃないです か、うん、だから今まで通りの部活があったりとか、うん、そういうのが全くない状況で、うん、高校生活をどう楽しんでいたのかなとか、うん、すごい気になりますけどね、うん、なんか学校行事がないから、うん、卒業アルバムに載せる写真がないでしょうね。だって修学旅行とかも行けたとしても、うんね、なんかみんなと同行できたりとかできないだろうし、うん、やっぱそのね遠くに今まで通り行くことも多分ないだろうし、うん、って言ってたら本当に卒業アルバム作ってもなんか思い出がないよね多分本人たちにすごく、うん、だからなんか高校3年間ってすごく楽しいもののはずなのに、うん、いやどうやってこの3年とかを自分の人生の中で消化していくのかなとか、うん、私たちの中でこう想像がつかないんですよねやっぱり、うんうん、体験したことないから、うん、だから今の子供たちってやっぱそのコロナですごいできるようになった子ども確かにあってズームとかね、うん、でそういうふうに考えられるけどやっぱ経験とか体験とかってその時しかできないことじゃないですか、うん、部活とかってそれがないのはやっぱ人生の中のすごくなんか、うんね、少ないって欠けてしまうところがすごく大きいだろうなと思います、うん、だからなんかそれをどうやってこう取り返してあげるための大人としてできることあるのかなとかね、うん、それはすごく思いますね。コロナ世代とか言われるんですかね。そうでしょうねきっと。だからでもその子たちは、うんまあ、うちの娘たちゆとり世代 で、うん、でその子たちってやっぱそのね宇和島とかだったら災害があるコロナがあるっていう本当に困難ばっかりあった子たちで、うん、多分大人になったら本当素晴らしい活動をしてくれるだろうなと思うけど、うん、でもやっぱその分楽しんでることが少ないだろうなと思って、うん、やっぱすごいねなんか子供だから無邪気に遊べた時もやっぱないかったからやっぱ今の小学生なんてねそんなことがずっと続いててこの先どこまで続くんだろうっていう感じじゃないですか、うん、だからなんかそれはすごい気にはなります ね、まあ、ね大人として、うんうん、まあどうだろうそうか分かんないですけど、まあ、辛い思いをどっかでした人って強いじゃないですか、うん、そうだから多分数年後の大人になった時に、ねうん、すごく頑張れる大人にはなれると思うんですけどね、うんうん、なんかそんな気がします、うん、大丈夫です大丈夫ですポジティブに言いましょう、はい、僕が言うことじゃないかもしれないですけど、まあ、でもね、はい、なんかそのそこがなんかこう想像がつかんけんちょっと分かんないですよね、うんまあ、まあ自分がだってその当事者じゃない、うんうん、わけだからそれはちょっと想像がつかんないですね。そうですよね、うんうん、確かにそれもでも本人たちが考えるしかないんですよ。まあそれ今ねその時代だからね、うんうんうん、そういう時代だから、うんうん、でそこから今ここからが自分たちの人生だって思ってこうね多分それがあったから次があるかもしれないしそうそうそうまた違ったね展開がきっとあるんだろうし、うんうんうん、そんなにってありますね。だってね修学旅行に行けて運動会があって、うん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 、あんたたち幸せよって言える立場じゃないですか、うん、そうそうそうそれ強いですよね。まあ多分ね、うん、ある意味そこなんかマイナスからのスタートなんで多分すごいそのね分の伸びしろはすごくあると思いますけどね。そうですよね、うん、頑張ってほしいなと思いますよね。そうですねいい時代が来ることを祈ってます、はいはい、ということではい市議会議員としての優子さんの話をちょっと何でしょう聞いてみたいなと思ってますけど大丈夫ですかそのノリで大丈夫ですよはい、はい、実はね優子さん選挙去年8月29日の選挙、はいはい宇和島市の市議会議員28だったらどうしよう、はい、29か、うん、あの頃の話ですね、うんはい、で街頭で一生懸命毎朝ね、うん、インスタライブやりながら、うん、一生懸命手振ってやられてましたけど、うん、まあ晴れて、はい、市議会議員になられてと、はい、いうことで、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。皆様方のおかげで、まあ、任期4年はいっていうことで、はい、昨年がだから令和2年、いや3年なので、うん、令和7年そうですねまで、うん、何月までですか。多分だから8月末にまた選挙があるんだと思います。あ、そうなんですか、うん、大体同じ時期にあるんですね結局、うん、合併して9月からだったんで、うん、新市政がだから8月、うんうんうん、あ、そうですねで任命としては9月10日ですね10日からでしたねから、実際市議会議員になられて、うん、バッジそうですねバッジ今日つけてきませんけどをつけられて活動されたということですね、はい、うん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 僕最初にね選挙出られるっていう時に、はいうんまあ、この宇和島クエストの中で、
なんかあのいろいろ練習されたりとかっていう様子をこう見させてもらったんですけど、はい、と同時にあのなんかパンフレットを作成される予定の中でちょっとお手伝いをされさせてもらったりとかってさせてもらったと思うので、まあ僕のパソコンの中に吉川さんの、あのいろんなものが入ってるんですよ、はいはい、置いといてください、また余念使うように使うそうそうそう、入ってるわけですよ、あのこんなことやりたい、あんなことやりたいと思われてる吉川さんのこうなんだろう、こうスタートの時の思いというか、うん、そうですね、うんうん、でまあ、政治家の方ってやっぱりどうしたってスタートの時には有権者に対してやっぱちゃんと自分のメッセージ伝えなきゃいけないから一生懸命考えるし、それをこう実現しようという思いも成就していくんですけど、実際になってから多分いろいろな困難が目の前にこう立ちふざすふさがりながら挫折されていく方もいらっしゃれば、それをこう跳ねのけてこう進んでいく方もいらっしゃると思うんですけど、まあそんな中で今半年経ってどんな思いを吉川さんが持たれてるのかなみたいな話をちょっと真面目に聞いてみたいなと思います。真面目にと思います、はい、で吉川さん5つ実はこんなことしたいっていう思いを言われてて、まあ、1つは、防災×SDGs、うん、で2つ目が取りこぼさない、はい、それから3つ目が、宇和島の宝を発信する、はい、で4つ目が全市に Wi-Fi を設置していく、はい、それから買い物難民をなくす、はい、まあ、これはまあ取りこぼさないにも結構近いところはあると思うんですけど、その5つを主に訴えかけられた結果、はい、まあ、あの選挙で勝たれたっていう部分も多分あると思うんですけど、はい、ちょっと一個一個聞いてみたいなと思うんですが、はいはい、防災 ×SDGs、 それ防災っていうのは、はい、あの子供なんだっけ、あの吉川さん前回来られた時にお話があったそのコミュニティが町に、ね、コミュニティの構築、うん、あの子ども食堂っていう形の一つのコミュニティがあることによって地域住民の方がそこに定期的に集う、で集ってお話をすることによってちゃんとその人となりがそれぞれがつながって何か有事の時にそのつながりが助け合える力になっていくんだっていうお話をしていただいたじゃないですか。でそれがまあ防災の部分の一つだと思うんですけど、かける SDGs っていうのは、うん、なんかどういう意味があるんですか？まあ、まあ持続可能な世の中で、うん、まあ、私たちって結局なんかこうずっとこう続けていかなきゃいけないじゃないですか、いろんなことを、はい、だからその SDGs の生活をしていかなきゃいけないとか、やっぱり今世界が SDGs を目指していて、うん、だからやっぱそのなるべく無駄をなくすとかそういうのもあるし、うん、まあ、防災かけるってなるとまた難しくはなるんですけど、うん、でも防災って私たちは今子ども食堂をやっていく中でやっぱその子ども食堂もやっぱりそのほとんどコロナでテイクアウトになるんですよね、うん、そうなると結局そのパックとかもゴミじゃないですか、うん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 、だから今ちょっと上津子ども食堂ではパックをなるべく使わないように持ってきてとかいう風にちょっとずつも変えてるんですよ、うんうん、でそれって結局例えば災害があった時にパックがなかったら食べられないんじゃなくて、じゃあ自分家にあるの持ってきてとかそういうのでできるように、まあ練習じゃないけど自分の中の意識づけはすごい大事かなと思って、とりあえず子ども食堂の中でうちの上津子ども食堂はなるべく持ってきてくださいって、だからそのなんでですかって言うかとりあえず SDGs で私たちは賛同して活動してきている中で、やっぱりそのプラスチックのゴミをただただ出すのは200食出したら200個のゴミが出るわけで、結局それをじゃあね、焼却するためにまた燃料がかかってとかいうことになるから、うん、だから私はその子ども食堂とかするところでちょっと年末からその活動はしてるんですけど、うん、だからそうやってなんかちょっとずつですけどそのなるべくねその使えるものは残そうとか、うんうん、そういうふうにしていきたいと思ってるんですよね、うん、いやすげえ大事だと思ってて、うん、僕も飲食店やってるじゃないですか、うんうん、で確かにあのお弁当の比率ってすごい上がってきてるんですよ、ココイチでも。そうですね、食べに行けない人がいますからね、やっぱり、うん、まあ、宅配もそうですけど、うん、テイクアウトもそうなんです、うん、で宅配に関しては、うん、仕方ないもんね、どうしようもないんですけど、うん、ただお持ち帰りに関しては言われるように、例えばお客さんが自分の容器を持ってきてくれて、うんうん、ご飯はご飯、例えばカレーはカレー、うん、トッピングはトッピング、うん、でタッパに入れてお持ち帰りいただくことは僕らできるんですね、うんうん、って考えたらなんか宇和島市と、うん、あのココイチで、うん、そういうこうテーマは SDGs でプラスチックごみをなくすこうみたいな活動を
僕らみたいなチェーンと一緒にやることもできるんじゃないかなと、うん、ちょっと今ふと思いました。そうだ、結局なんかそれってやっぱ意識づけなんですよね、うん、だから本当に自分たちの中での意識づけで、うん、難しいことはなかなかできないんですよ。やっぱり友達とかでもやってる子が、うん、もうドレッシングを流さないところから始めようとは言われるけど、うん、結局洗い物ってなんか洗っちゃうじゃないですか、うんうん、だったら今度その洗ってしまうことの中で、うん、海を汚さない石鹸使おうとか、うんうんうん、そういうふうには変えられるけど、うん、やっぱそれなかなかね他のことはなかなかできないけど、うん、でもパックに関しては、うん、使わないっていう風になるべく活動すれば、うん、使う量少なくはできるんですよね、うんうん、だからそうすると結局のゴミの燃料とかそれもかからなくなるしっていうのも考えたら、うんうんうん、やっぱゴミを減らすことにはやっぱかなり意味があるなと思って、うんうんうん、でそれを結構子ども食堂って結構たくさんの人が来てくれるから、うん、それ言ってたらその人たちも意識づけになって今結構エコバッグも持ってこようってなってるから、うん、私たちもだから今だいぶ前から子ども食堂とかでそのフードパントリーとかするときに、うんうん、自分たちで袋は持ってきてください、うん、エコバッグ持ってきてもらって、うん、でその持って帰るのもなるべくパック、うん、割とパックね最近持ってきてくれるんですよ、うん、だから持ってくるのめんどくさくて、うん、嫌な人っていうのは、うん、まあ、多分ね別にそんなに困ってないか、うん、別に子供食堂じゃなくてもいいんだろうなっていうの話を一応仲間としてやってるんですけど、うん、でもそうすると結局持ってきてもちゃんと取りに来てくれる人はいるんですよ、うん、別に鍋でもいいし何でもいいですよって言ってたら、うん、じゃあお鍋これとこれに入れてくださいって持ってきてくれるん で、うん、でそうするとそれでお配りできるから、うん、でそれで全然ね、うん、いけるんで、やっぱそれってね大事な意識づけだと思うんですよね。なんかやれそうじゃないですか、そうお互いちょっとこの、うん、顔を知った同士でだったら、うんうん、それで結局なんかちょっとずつやると子供って結構学ぶんですよ、うんうんうん、でなんか SDGs のすごい映画があって子供たちがやってる、うんうん、その映画を宇和島市でやりたいと思ってるんですけど、うんうん、今ちょっとコロナでできないけど、うんうん、SDGs のアメリカ発信の映画があって、それはそのたまたまグローバル教育ってあのクラブハウスで見せてもらって、すごかったんですよ。子供たちが発信する、アメリカの子供たちがプラスチックゴミを減らすにはどうすればいいんだろうって考えるところが始まる映画なんですけど、それとかを見たときに、あ、やっぱこれって子どもたちが言うことによって大人って動くなとか、うん、それ本当にもうなんだっけあの大統領まで行っちゃうような映画なんですけど、うん、でも結局そういうなんかなんかに、あ、なんていうのかな、この子、私たちみたいな田舎でもちっちゃいウェーブが起きれば市も動かせるみたいな、うん、その民間から動かせることって絶対あって、うん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 、今までの宇和島はその民間からの波ウェーブが少ないんじゃないかなと思うんですよ今までは、うんうん、でも私自分が市議になったからに、ね、民間からの波と、うん、その私たちの思いとで、うん、両輪でいかないとスピードアップできないんで、うんうん、それをどんどんその他のことでも進めていきたいなと思ってます、うんうんうん、まあ、SDGs に関しては僕多分子どもの方が知ってて大人が知らないと思うんですよ、うん、そうそう、で子供たちって結構割と言うと、あ、知ってるとかって言って、うん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 、だから持って行ってくれた、あと持ってきたよって、うん、子供も普通に持ってきてくれるんですよ、うん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 、言えばね、あの小学生中学生高校生の方がよっぽど意識高いですよ、うん、だからその子たちが結局勉強して始めてくれたら、うん、そうだよね、宇和島の大人たちもそれについていけば済むことなんで、ちょっとそれやりたいなと思ってます、うんうんうん、だから自分らのターゲットって実は子供じゃなくて大人なんじゃないですか、うん、そう、うん、だから多分子供が始めることによって大人がねついていくとか形にはなりますけどね、うん、まあ、でもやっぱね、大人も意識づけすると癖になればできるじゃないですか、うん、やっぱり習慣、そうそうそう、だからそうなると、なんかそのね、子供仕事月に1回だけど、うん、あ、持ってかなきゃって思ってくれたら、うん、他の時にもじゃあ持っていこうかって思ってくれるようになったらいいなっていうのはですよ ね、なんか考えれたらいいですね。そうだから、とりあえずその子供食堂も、うん、まあ、4月までは移行期間なんで、まあ、持ってきてない人にも配るんですけど、うん、とりあえずその先も持ってきてない人も配るんだったら有料にしようかとか、うんうん、そういうのも考えてるんですよ、うん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 、了解しました。なんかあのすごくいい取り組みだなと思ったんで、うん、まあ、もしあのココイチとしてなんか協力できることがあったら、ね、ぜひ声かけてもらったらいいと思います。いいなと思います、うん、まあ、あのね、チェーン店なんで、うん、それなりにこう、そうですよね、影響力もあるし、うん、でもなんかね、意識づけとしてはいいと思いませんか。いいと思います、はい、だってゴミすごく減るもん。そうそう、取りに来るお客さんが、うん、いや、うち鍋 OK なんですよ、だから、あ、そうですよね、鍋で取りに来てもらっていいですよ、うん、になってるんですけど、うん、なかなかそういうことできないんですよね。なんか知らない人もいるしね、うん、知ってたらいるかもしれないけどね、うん、でココイチだけがそう一生懸命やってもあんまりこう響かないんですよ。そうですよね、うん、でもやっぱ宇和島市が SDGs をこう意識してやっていくぞと、うんうん、
でその中にココイチっていうチェーン店が協力してくれるぞってなると、うんね、またちょっと雰囲気も変わると思うん で、だって SDGs ってプラゴミって、うん、私たちがよくゴミ取り拾いに行くじゃないですか海岸に、うんうん、あれが大体結局プラゴミなんですよね、うんうんうん、それがマイクロプラスチックになって海を汚す、うん、でも回収できなくなるっていうのの繰り返しだから、うんうんうん、なるべくじゃあそこの大元のものをなくすためにどうすればいいかっていう本当にちっちゃな一歩ですけど、うんうんうん、いいのかなちょっと考えましょう、うんはい、思います。ありがとうございます。2番目、はい、取りこぼさない。取りこぼさないは、うん、さっきも言ったみたいにその結局地域の中でも、うんまあ、そのいろんな人を取りこぼさないだからもう、うん、高齢化率が、ね、4割の宇和島市なんですけど、うんうん、その本当端々回って思いますけど本当に次につながるなんか買い物難民とか、うん、もう大量ですよ本当に、うん、うちに住んでるところ野川なんですけど、うん、うちから上なんてお店ないんですから一軒 も、うんうんうん、もう買い物難民しかいません本当に、うんうんだっておばあちゃんたちおじいちゃんたちしかいないから、うん、だからそういう人たちに私たちがどうケアできるのかとか、うん、そこの調査をしなきゃいけないなと思ってますけど、うん、なんかこう進んでるんですか今ちょっとコープさんと話をしていて、うん、ちょっとコロナでちょっと来れなくてこの間は、うん、あの宇和島市の方がコロナが忙しすぎて、うん、ちょっとあなんだっけ、高齢者福祉課の、うん、あの山村課長と話してもらうことになって今ちょっと計画してるんですけど具体的な、はい、あのあすいませんいやいや大丈夫ですよ、はい、だけどあのなんかその生協さんだったら1軒ずつ回るじゃないですか、うん、そしたらそのおばあちゃんたちって1軒ずつ来てくれたらその時に話せるので、うんうん、一応なんか提案としては一応投げかけているのは、うんうん、その生協ってめちゃくちゃ難しいじゃないですか注文方法がちっちゃい字で、そうなんですか？そうだからちっちゃい字で338何番とかで番号と名前書いてあって、こっちのなんか写真がついてるの330何番っていうのを書かなきゃいけないこっちに、うんうんうん。でもそんなことおばあちゃんたち不可能ですからね。うんうんうん、そのまあその、まあ、愛媛生協の偉い方に話したら、うんうんうん、なんか理事長がつないでくださって、うんうんうん、その代表理事の方を来させてくださるんですけど、うんうんうん、その方と話したときに、うんうん、あの。おばあちゃんたちが丸つけるだけとかないですかって、うん、それからもっと簡単なこうスマート、うん、この愛媛スマートニュースメントにもうちょっとスマートなあのこうなんかね簡単なこうなんか申し込み用紙みたいなの、うん、できませんかって言ったら、うん、申し込み書を作り直すことはできんけど丸つけは OK にしてますっていう件あじゃあそしたら丸つけ OK なんやったらなんか色決めてこの丸ついてるとこ頼めるとかやってくれたら頼みたい人いると思うんですよって言ったら一応今の時点で他でもあるから丸つけて頼むのを OK にしたんですって言われてたんで、うん、じゃあそれ宇和島とかでも広めていったら、うん、やっぱその重たいにも使えない人いるから、うん、そういうのをやりたいですって言って今ちょっと交渉中なんですけどでそれでその時にもし可能であったらその、ね、自分たちのところ同居の人たちだったら、まあ、子供さんたちがいる人だったらそことつながる何かの商品を例えば300円でもいいから例えばその頼んだら例えば連絡が行ってメールで元気でしたよみたいなこうバイタルチェックまではできなくても今日元気でしたよっていうと元気コールみたいなのが息子さんたちに届くみたいなそういうのできないですかねって言って今ちょっと研究してもらってます。買い物に関してはそんな感じ。そう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 。あと健康とかもその生存確認じゃないけど今日元気だったよっていうののなんかこうね連絡ができるみたいな、うん、なんかその商品のカートに1個あればそのね、連絡つけられるみたいなのとか、うんうんうん、逆に注文を子どもさんたちができるとかそれなんかやってくれたらいいのなとかって言って、うんうん、いう話を今してるところなんですよ、うん、じゃあ買い物をに関してサポートすることと、うんうんうん、生存、うん、元気かどうかの確認も含めてやる、うんうんうん、なんかよく聞いてたのはその郵便局の郵送の配達員の人がとかまあ、聞くけど、ね、うん、いや宇和島の野川とかでどうなってるのかちょっと分かんないんですけど、うん、でもとりあえずそういうので個別で行くとかで、ね、あの郵便局なんかも個別で行くし、うん、でも今ねポストインとかなんであんまりねあったりはしないでしょうけど、うん、でも生協さんは必ず ね手渡しになるから、うん、だからその時に元気ですかとか調子どうですかって一声かけてもらったら、うん、おばあちゃんたちは喜ぶから、うん、そういうのないですかねとかって言って、うん、今ちょっとなんかあのセコム の、 そのホームセキュリティで、うんねうん、こう帰ったとか出ていくよみたいなボタンがあってみたいなのがありますよね、うん、でもそれってまだ対面じゃないからやっぱねちょっと対面の方がいいかなっていうのでちょっとその生協さんでお願いは今してます。うん、うん、あじゃあ それはそれでちょっと今進んでるということですね。わ、はい、うん、かりました。なんか僕思ったんですけど、まあ、大手だと思うんでやっぱ力あると思うんですけど、うんうん、その町の人たちもそういうことやりたいと思ってる人も多分きっといらっしゃったりとかすると思うので、まあ、あるシステムは多分構築しなきゃいけないと思うんですけど、なんかそういう人たちの力を
使いながら、うん、なんかそういうことができたらもっといいなってちょっと思いました。今考えてることがあるんだけどちょっとまだ言えない。わかりました。それはちょっと言えない。次回ね。了解。はい、それ多分大谷さんも巻き込まれるやつですから。あ、巻き込まれるやつ。 ありがとうございます。巻き込んでください。はい、ぜひぜひ。宇和島の宝発信は、はい、ヘリコプターが来たじゃないですか。おあれで、あれもたまたま本当にクラブハウスからのひょうたんからおこまみたいな感じで、うん、あのテレビに出たことによってみたいな、うん、そのテレビに出た時にそのあのヘリが来ることになってて、うん、まあ、そのヘリコプターが来た時の、まあ、その契約っていうか締結ができたので新年度の一応予算には入ってました。どこのヘリコプターが来るんでしたっけ。あれは京都が来てました。匠航空さんっていうところが。都度によって来るところが違うんですか。だからね、その一応契約したのは匠航空じゃないんですよ、うん、たまたま紹介いただいた最初のところは匠さんなんですけど、その中、国際あの災害機構みたいな、うん、大きな長い名前の会社が東京にあって、うん、そこに松尾さんって女性の社長さんがいらっしゃって、うん、そこの三角団体みたいなところにその匠さんが入ってて、たくさんのヘリコプター会社が入ってんで、その下に、うん、だからその上のなんとか機構さん、危機なんとか機構さんと、うん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 、あの災害なんとか長いねめちゃそこの機構のところと、はい、一応契約ができて言われますが、はいはい、でそこで飛んでくるときはその多分匠さんは来られるけど、もし匠さんは来られなくても他のところは来られるみたいな、うん、それは主には災害が起こったときに物資を運んでくれるなんか提携かなんかなんですか。じゃなくて平時は観光、うん、であのそうじゃないときはその災害時はその物資持ってくるとか人的支援とか、うん、そういうのをしてくれるって言って、宇和島市が毎月の契約で、うん、まあ、いくらかずつそこの会社に納めることによって対応してくれる。お金じゃなくて多分そういう契約してたら多分飛んでくるか、その災害があったときはもうその全面宇和島市が払うみたいな、多分そんな契約だと思う。毎月じゃなくてそのイベントごととか。そうなんですか。だと思います。へえ。なんかそのとにかく何かがあったらすぐ来てくれるみたいな契約らしくて、だからその何だっけな、最初の時に飛んできた時に京都から2時間ぐらいでしたね。例えば、うん、南海トラフでドーンって来た時に、うん、高知も愛媛も徳島も、うん、じゃあ九州宮崎鹿児島全部やられたとして、うん、その契約を結んでいる宇和島市にやっぱ優先的にそこ来てくれるって、そういうことですか。そうですそうです。だから提携をだから早くしないと順番なんで、うん、だから遅くしても意味がなくて、うん、たまたまその匠さんがなぜいいかって最初言ってたのは、うん、なんか多分熊本と大分に多分そのヘリの駐機場を作るのがもう決まってたので、うん、最初に聞いた時に、うんうん、例えば大分に駐機してれば、うん、10分ぐらいで来れますからね、うん、本当にものの、うん、なんでそういうのもあるんでって言ってたら、うん、一応その上のところと契約できたんで、うん、例えば本当に匠さんがいなければ他のところが来てくれるみたいなんだと思いますけど、うん、それとこのいわゆる宇和島の宝の発信っていうのはどうつながってるんですか、うん、それまあでも結局観光なので、なんかそのよくよく聞いてたら、最初の時はヘリコプターなんか高いから無理じゃんって言ったら、なんか30万ぐらいとからしいんですよね、うん、一機で、うん、その一回飛ばすのに、そうそう、京都とかから来るにしたら、はいはいはい、そ6人が乗れるのがあって、うん、6人だったら5万とかじゃないですか、うん、だから5万だったら飛行機とか考えたら、うん、あのね、1日で行って帰れるだったら安いですね。京都と往復してくれるんですか。そうみたいです。あ、京都から宇和島にヘリコプターに乗って来てくれる、そうお客さんが、うん、そういうことができるって言って言うんだ、チャーターできるって言って、だからそういうのが平時は観光で、今度もとりあえず例えばヘリを呼んでて、こっちでその遊覧観光とかもできるわけですよ、言ったらその契約もその時のまあイベントとかお客さんも連れてこれるし、うん、こっちで滞在してる間ちょっとこう宇和島市の上をこう飛んだりとか、できる。例えばそのこういうイベントやりたいです来てくださいったら、まあ来てくれてここにいて遊覧だけの仕事をだから1人というか、まあ1回5000円ぐらいだとしたら、ただそのね、何回かするのにいくらとかみたいなのを払っててやれるとか、そういう計画があると思うんですけど、まあ、それはその時の対応で金額とかも違うんでしょうけど、でも大体その基本安くて、だからそういうのができるから、だからその最初の時はそのよそから観光に来てもらうっていうので、ただ宇和島市の宝でその結局ご飯だけ食べに来るでも全然構わないし、でそれで入ってこられる場所があったので、まあ、そこに駐機してやることにはなってるみたいです。まあ、あんまり聞かないですよね、その対応っていうか、そうだからそういうのもできるような、結局その
まあ、その富裕層対応なのかもしれないけど、でも、うん、例えば6人乗れるので5万だったら、別に飛行機で来て汽車に乗り継いでったら、うん、あっという間に5万になるじゃないですか、うんうんうん、だからそれだったら全然いける金額じゃないのとかっていう感じで、まあ、その時の、ね、人数とかによっても違うんでしょうけど、うん、でもなんかそういうような話があって、うんうん、だとその観光だったら本当に来てもらったりとか、うん、でここでやるんだったらもう遊覧を飛行やりたいから来てくださいって来てもらって、うんうん、地元の人たちが遊覧して、うんっていうのもできるし、私乗せてもらったんですけど、うん、本当にプリウス乗ってるみたいでしたよ、うん、全然揺れないの、うん、車みたいだったけど時速170キロ、うん、でも全然時速を感じないんですよ全く。大丈夫ですか？全然大丈夫だった。怖くもないしめっちゃ綺麗だった。それは優子さんだからじゃないですか？みんな喜んでたよ。すごいみんなたくさん乗ってたけど。大丈夫ですか、うん、うちの涼子ちゃんでも大丈夫ですか？大丈夫です。怖い？それがね、全然、本当に揺れないの、全然、静かにバーッと上がって、本当にまっすぐ、普通に、何の揺れもないし、全然違和感全くない、本当にプリウス乗って高速走ってるからの勢いですよ、うん、無音、うん、楽しそう、そう、おとなしい、うん、いや、僕は好きで乗りたいですけど、うん、いや、それで遊覧、宇和島の上してくれるんだったら、最高ですよ、うん、今度ありそうですよ、来年。あ、そうなんですか、うん、それって予約制なんですか？なんかまだ決まってないけど、その予算に入ってたっぽかったですよ、うん、そういうのやるみたいなのも、うんうん、ぜひぜひぜひ面白いと思います。はい、綺麗でしたよ。なかなかだって遊覧してくれるヘリコプター持ってる市ってないですよね。そうだからそれ契約できてるんで、うん、それも平時は観光で、うんうん、緊急時は災害復興で、うん、それもそのなんかどっかからここに来るための往復代は誰か保有富裕層を捕まえて、うん、乗ってくる帰ってくるの費用はその人たちが払ってくるっていう風になったら、まあ、宇和島市が呼ぶんだったら別に宇和島市が、ね、本当にもうそれは全然、うん、いや宇和島市が払うってなるとでも結局市民の決然になっちゃうじゃないですか。そう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 、だからそういうので、まあ、上手にやればできるから、うんうん、そういうのは本当に全然そうそうそう、うん、広がりがあると思うんですけど、ね、ぜひぜひ。いやなんかすごい楽しみになってきたでしょ。はい、宇和島楽しくないとつまんないそうですね、うん、はい、ありがとうございます。時間もあれなんで、はい、全市 Wi-Fi のお話っていうのは、そうですね、全市 Wi-Fi ってなんか引きたいですけど、まあ、かなりのお金がかかりますよね。なんか全市 Wi-Fi っていうのは具体的にどういうことですか？本当はいろんなところで Wi-Fi が飛んでてほしいんですよ、うん、そしたらそのもし災害になっても Wi-Fi さえ飛んでれば連絡取れるじゃないですか、うんうんうん、それでまたあの観光の面では外国の方々はやっぱその Wi-Fi が飛んでるところは喜んで来られるんですよね、やっぱり、うん、フリー Wi-Fi、 でも愛媛フリー Wi-Fi だったらちょっと弱いんで、ね、意味ないですけど、うん、でもちゃんとした Wi-Fi を飛ばしておけば、うん、本当に災害時はとても助かるはずなんですよ、やっぱり、うんうん、だからやっぱそれをに見越して準備してほしいっていうのがあるんですよ。それは、いわゆるこう外は無理じゃないですか、うん、そもそも、うんうん、無理とは言わないですけど、うん、膨大なお金かかるから、そうそうそう、だからそれある例えば公民館とか、うん、本当主要のところで鳥で飛ばしてくれるだけでもだいぶ違うと思うので、そこに来れば情報もらえるとか、飛んでないところが多いんですかと思いますよ、宇和島は、うん、なんかあの文化会館は飛ばすようになった、うん、文化会館と記載屋も飛んでるけど、多分愛媛フリー Wi-Fi なんじゃないのかな。あんまり自社 の, その強い Wi-Fi は飛ばしてないだと思います。 あんまり行っても全然そんなのない。あ、そうです、ね、まあ、そこは調べられてないんですけど、でもそれを本当は公民館とかいろんなところでスポットで飛ばしておいてくれたら、うん、コークに1個あったらだいぶ違うんですよね。調べましょうよ、それ、うん、それあの次調べます今やること多すぎて、そうですね、ちょっと半年ちょっとそこまで行ってないんですけど、上手に振ればいいんじゃないですか、うん、調査機関とかに。あ、そうです、ちょっと調べます、ね、はい、はい、ここはまあまあ強いやつが飛んでますよ。あ、そうですよね、はい、ここは災害の時に使ってます。うちの花屋とかも結構飛ばしてるんですけどね花屋で飛ばす、言ってないだけで。そうなんですか、あ、かっこいい。あ、でもだから結局パスワードがいるから、そう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 、だから来た人には教えてあげられますけどね、うん、そうですね、だからうちに来る人は知ってます。だからうちもさすがに不特定多数の人に教えるわけにいかないから、有事の時はね、ここ使ってもらったら全然いいと思うんですけど、そういうなんかこう募集をすればいいんですよ。有事の時に Wi-Fi を使わせてもらえるとこないですか。そうするとだいぶねフォローできるとこあると思うんですよ、うん、やってるところあるから、ね、うん、あのどこ有事の時に Wi-Fi がつなげるとこどこですかっていうリストがあって、ね、うん、やります、はいやります、はい、お願いします。で最後買い物の網の話ですけど、はい、それはまあ取りこぼさないところと、ね、はい、まあ、ちょっと被ってるところがあるので、でもなんか宇和島市は、うん、トランプ
クを購入してくれて、うん、定期的にそのトラックをいろんな町市町に回してくれるんだったらトラックを買う、補助金出しますよみたいな、あ、そうなんだ、やってたと思いますよ。なんかね、いろんなのあるんですけど、うん、なんか結構なんか額が半分しか出ないとか後からしか出ないとかあるから、結構みんなね大変ですよね。でも半分出してくれたら随分でしょう。だけどやっぱ結構さ、うん、額が大きいからね、それだからすぐやろうって人なかなかいないんだ、まあ、ね、まあね、100万500、まあ確かにその冷蔵にしようと思ったらもっとかかるし、なかなか厳しいところはあるのかもしれないです ね、はいはいはい、わかりました、ありがとうございます。まあ、取りこぼさないところはな、その買い物難民のところの話だけじゃ多分きっとないはずなので、そう、まあ、そのやっぱね、その子ども食堂とかは、うん、やっぱもともと全国はやっぱその子どもが6人に1人貧困でっていうのから始まってるけど、うん、上島はやっぱ災害から始まってる子ども食堂が多くて、うん、地域のコミュニティの構築っていうところから入ってるけど、うんうんうん、その構築する中で私たちに何ができるのかってなった時に、うんうん、そこでやっぱその貧困の子どもを見つけたりとか、うんうん、やっぱちょっとネグレクトかもしれないって子どもを見つけた時に、うんうん、そのある学校とかにおつなぎするっていうのを私たちは今やってるんですけど、うんうんうん、やっぱ全然なくはないんですよ、やっぱり、うん、だからそれ気になる子がいたら、うん、そこをおつなぎして、うん、そのつないだ先でまたケアしてもらうっていうふうにはしてるけど、うんうん、やっぱ私たち一般の、ね、人からしたら、うん、その子たちに声をかけることがやっぱ大事だと思ってて、うんうん、だからそういうことをやろうっていうのはやってますね、うん、それはなんかあの宇和島グラムの横さんとかとも一緒にやられてるんですよね、うんうん、了解しました、ありがとうございます、はい、うん、キズナハク関係なんか絡まれてます。キズナハクは子ども食堂でカレー販売とかお手伝いと、うん、あと自分たちの NPO 団体を紹介してって言われてて、まだ全然準備してませんけどね、うんうんうん、やります。なんか3月20日かなんかにイベントがあるんでしょ。そうですね、19と20ですね。そうですよね、うん、あ、うん、なんかそこでちょっと僕もちょっとおしゃべりする予定になってます、うん、ぜひ一緒かも一緒かもよくわかんなだけどまあ、はい、うん、子ども食堂で、まあ、ちょっとあの子ども食堂でカレーを提供いたします、はい、うん、愛媛県すごいみたいですね。ってこと、特に宇和島市はそうですね、はい、子ども食堂のネットワークが強い13箇所でね、町でね、はい、県外から見に来られる方もたくさんいらっしゃるっていうふうに聞いてますので、はい、ぜひあのその強み生かしてもらって、はい、はい、頑張ります。取りこぼさないように、はい、よろしくお願いしますはい、はい、まあ、こんな感じですけど、一生懸命いろんなことを考えていただいている吉川優子さんでした。そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ました。ということで、今日火曜日はゲストということでやらせていただきました。明日は、あ、何、明日は水曜日、火曜日だよ。今日は火曜日、今日は、うん、火曜日ですよ。明日水曜日ですね、はい、明日水曜日ですよ、はい、今日火曜日です、はい、させていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、明日は、またあの細井さんとちょっとウクライナの話をさせていただこうと思います。で、あさって木曜日は、松山局からスロープフィールドの方が、またお話をしていただけますし、金曜日は Web3 の、録画放送が、アップされるようになってますので、ぜひ、楽しみに見ていただけたらなと思います。愛媛スマート TV、 いろんなあの今チャンネルができてきてますので、ホームページないし YouTube の方で愛媛スマート TV 検索していただけたらいろんなチャンネルが出てくると思いますので、また見てみてください。キーワード今日もありますよね、はい、今日は吉川優子でいきますかね、はい、吉川優子です、はい、今日はあの今日のキーワードは吉川優子です。このキーワードをね集めたらね、はい、月末に1万円相当のプレゼントが。マジ？そうですよ。ただ毎日ライブで見なきゃいけない。あ、じゃあ今日からですからね、今月。3月1日だっけ。今日から、そうそうそう、ね、今日から、今日からです、はい、今月真面目見たら、そう、頑張ろう、はい、見ていただけたらなというふうに思いますね。ゆうこさんが応募してくるパターン、これ寝てるし、寝てるし寝てるかも、はいはい、あのアーカイブで残る時もあるんですけど、そうですね、大体はでもライブで、見ていただかないとっていうところもあって、まあ ね、はい、そこであの残してますので、はい、わかりました、はい、今日のキーワードは吉川優子です。あれ言っていいのかな、3回目4回目、はいはい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。